その田村が今タスキリレー、続いて明治大学が今3位でタスキリレー。受けを受けました青山学院大学、山に挑んでいくのは神野大地です。神野はどのくらいまで詰めたでしょうか。うわー、10秒差、もう10秒差まで来ました。46秒差、それを瞬く間に追いつきました。関東インカレ、関東学生ナンバー、前に出ました。さあ出ました、神野が前に出た。ここで相手の表情を見て、これは自分の方が勝っている、いけると踏んだのでしょうか。この神野大地、身長は165センチ、96